こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿します。2日続けてガツですね。今日はガツポン酢ですね。ガツを塩茹でにしてポン酢で食べます。ガツポン酢で、うどんですね。ガツを茹でた時のだしでと、豚だしの、うどんですね。豚だしうどんで、オムレツです。で、グレープフルーツ、これで足らなければもうちょっと卵を食べます。昨日はね、足らなくてチーズトースト8枚切りを2枚とチーズ、スライスチーズ4枚食べました。さて、喉が渇いてますから、脱水症状でちょっと減ってるのかな。体重 56.4、 体重 56.4、昨日より 900g 減ってますね。体重 56.4、 体脂肪率 13.9、 基礎代謝 1309、 内臓脂肪レベル5、筋肉量 46.1、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5。 もう一度、体重 56.4、体脂肪率 13.9、 基礎代謝 1309、 内臓脂肪レベル5です。もう一度、サムネイルはガツポン酢、サムネイルはガツポン酢、豚うどん、豚だしうどん、オムレツ、グレープフルーツ、以上です。今日はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございます。